今日は暇だな、青鬼オンラインをやろう。なんじゃこりゃ。青鬼オンラインがドイヒーコラボをしている。ドイヒーの塔全部で5回頑張るぞ。ドイヒーくんが出口を塞いでる。どうしたらいいんだろうな。そこから動いてくれないと出れないよ。右手を上げた。何するんだ。地面に突き刺さった。そして地面から腕出てきた。1回なのにめちゃくちゃ強すぎる。腕が出てくるから動き回らなくちゃいけないのか。また腕を刺した。どっから出てくる。いっぱい出しすぎだから。こんなの買わせないよ。課金しますかって出てきたよ。10円課金したらクリアできるみたいだからしちゃおう。続いて2回、クラゲドイヒーがいるぞ。また出口にがっつり張り付いてるな。そして伸びた。もっと伸びた。そんなに横の幅あったらかわせないじゃん。一旦奥へと連れ出すか。そしてかわすしかない。さあこっちまで出てくるんだ。出てきたぞ。だけどまだ伸びた。まだまだ伸びた。そしてやられちゃったよ。クリアできない難しさ。課金させるために難しくしてるな。でも10円だから課金しちゃうな。続いて3階、次はフワッティタイプか。ということは動きがめっちゃ速いのか。やっぱ速い。危なく捕まるところだった。障害物をうまく使ってかわしていくしかないな。回り込んで隙をつくぞって壁ぶち破ってくんのかよ。だからこんなのクリアできないよ。また課金するしかないのか。ただ課金するだけの楽しくないゲーム。4階はマッチョドイヒー。自らグイグイ出てきたぞ。そして地面をパンチした。何が起きる。地面が割れてさようなら。こっち何もしてないよ。また課金かよ。何が面白いんだこのゲーム。5階はキモネコみたいなドイヒーだ。またゴール前から動かないよ。こうなら突進だって倒せんのかよ。最上階が簡単ってなんだこりゃ。もうこのアプリ消そう。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。